さあ出走だ。チャンピオンを決めるにふさわしい舞台に歴戦の馬娘たちが集結。グランドマスターズを制するのはどの馬娘か。このレース最も人気を集めているのはゴドルフィンバルブ、1番人気です。3番人気にはバイアリーターク、2番人気はアグネスタキオン。十分に勝利を狙えます。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。先行争いはアグネスタキオン、ビターグラッセ、雪の美人。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴドルフィンバルブ、アグネスタキオン先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのはビターグラッセ、ゴドルフィンバルブここにいます。それを見るようにマヤのトップガン。第1コーナー回って第2コーナー、アグネスタキオン早くも先頭に躍り出た。続きましたゴドルフィンバルブ、さらにはキシアマゾン、その外並んでマヤのトップガン。それを見るように桜チヨノオ、その外並んでテイエムオペラオ、その内並んで雪の美人、さらに内ビターグラッセ、後からリトルココン、後ろオグリキャップ、外を通りましてメディロドーベル、内から行くハッピーミーク、少し離れてダーレイアラビアン、それを見るようにファイアリーターク、その内並んでエイシンフラッシュ、外を通りましてエアーシャカール、後方2番手にスイープ東証、メディロライアン、現代シンガリナ。各馬娘一段となって団子状態の大混戦といったあたり、順位を振り返っていきましょう。アグネスタキオンまだ先頭をキープしています。1馬身差ゴドルフィンバルブ、3番手にはテイエムオペラオ、4番手には雪の美人、すぐに続いてキシアマゾン、その外並んでリトルココン、その内並んでマヤのトップガン、ダーレイアラビアン、並んできた。少し後ろからハッピーミーク、さらにメディロドーベル、少し後ろからサクラチヨノオ、オグリキャップ、追走。まもなく第4コーナーカーブ、この直線で勝負が決まるぞ。アグネスタキオン球を進む、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。中山の直線は短い、後ろの子たちは間に合うか。アグネスタキオン先頭は、アグネスタキオンこれは強い、威嚇を通過。リトルココン追いすがる、先頭は変わらず。アグネスタキオン2番手争いはリトルココン、ダーレイアラビアン、アグネスタキオン今ゴールイン。名勝負がここに決着。勝ったのはアグネスタキオン。今全ての馬娘の頂点に君臨だ。2着にはリトルココン、3着はダーレイアラビアン。これが研究の成果さ。導かれていたように、たどり着いた日、一人じゃ出会えないまま過ぎた Promise to Love。 どれだけの想いの果てに夢見てるんだろう。震えかける体の奥で残して。